皆さんよろしくです。えー、フィリア、うのばんばん来ました。いつきくん、名古屋の、えー、専門学校にしたからトロ、トロと一緒に過ごせるって、草、え、岳、ー、24ちゃんの情報で、なんか増築とか言ってたけど、うのけかいつきくんが、いつきくんが、え待って、柄なのかわかんないけど、ドッグカフェとスポーツバーを始めると。うん、4月をごろオープンらしいですね。 うんすごく嬉しいけど、いやえようやく、ようやくなりそうだね、ということですね。ちょっとこの、ね、情報、昨日入ってきて、僕もえびっくりしたんですけど、ね、いつの間にか、僕の知らないうちに情報が入ってましたね。うん。皆さん、行きますか。はい、えっ、ー、と、マスミンさん、どうもです。カブくん、今夜はハートブレイクだうん。中田理恵くん、ダメだった。 えー、目立つミスが数回。彼、泣いていた。うん。ユース五輪、ショート13位でした。ああ、切ない。竹内くんが8位でした。あと、昨日アクアマニン様の、えー、私への返信にお礼したのに、反映されず4回くらい試したんですが、何が NG ワードだったのか、なぜか反映しませんでした。えー、アクアマニン様、昨日は教えていただき、ありがとうございましたと。はい。いやちょっと、あのー、残念でしたね。 だっけえっと、中田理くんね。なにな緊張しちゃったのかな。うん。ちょっとびっくりしましたね。でもなんか、真央ちゃんのソチゴリンのショートをちょっとなんか思い出すというか、ちょっとフリー、真央的復活を期待してます。うん のりこさん、よろしくお願いします。カブくん、私はアンバーグレーン、好きな選手なんで嬉しいです。今はちょっと変わりましたが、カナダのジョアンニーロ・ロシェットのダイナミックな滑りに似てるなと思っております。少し前までは、なかなか上位に入れなかった選手ですが、私はそのダイナミックなところと、あと、今は細かいところにも神経が行き届くようになり、その滑りが好きでずっと応援をしておりましたんで、本当に嬉しいです。 以前よりだいぶ体を絞ってきたから、上位に入ってくるようになりましたね。GPS のアメリカの時に素晴らしい演技をして、コーチが涙ぐんでいたのが印象的でした。ブノワ衣装を振り付けで、表彰台に乗るようになったブレディ・テネル選手は、あ確かに、まだ怪我なんでしょうか。うん、やっと全米チャンプになったのに、怪我をしてからなかなか勝てなくなってしまいましたね。 ちょっとすみません。今思い出しました。あの、テネル、そういえば、テネル選手いましたね。ちょっと、多分、怪我だと思います。んなかなかちょっと、怪我は感知しないのかな。うん。はい。まあ、ちょっと、待つしかない感じなんですかね。テネルは多分、怪我中だと思うんですよね。うん。あの、僕もアンバーグレー好きですよ。あの、彼女のエレガントで力強い、ちょっと男前な滑り、かっこいいですね。 ブルシェットもすごい好きですよ。でも彼女をあえて強く見えるけど、多分僕繊細だと思うんですよね。なんか繊細な気がしますね。うん。ブルーアイさん、よろしくお願いいたします。全米が盛り上がるのが、ただとジョニーの解説にも一理ありますね。さすがハリウッド映画の奥に、男子は役者揃いです。トルガシェフ選手は特にユニークな、個性的な意味な選手でした。 うんえー、こちらも、走り出したりなど、映画のようなパーツがありました。ドラマのようなスケーティングでもっと見ていたくなりました。私はアダム・シャオ選手を連想しました。うん、しかし、トレガーセーフシェフ選手のお顔が真っ赤になったのには驚きました。これもアダム選手みたいでしたが、彼ほどの,のは初めてかもと油断でした。本当ですか、えー、ちょっと顔が赤くなったのはどこのシーンだろう。あの、ちょっともう一回見てみますね。うん トルガシェフさんってロ、ロシア出身でしたですよね確かね。ラウモフさんと一緒に、確か。あれゃうかったっけなんか、あの、ロシア系の滑りをしてますよね。あの、セメニンコみたいな。うん。あの、ステップ終わったあたりかな。走るシーンで、うわーってなってくやつ。うん。で最近、ちょっとやってる選手もわかりますけど、いろんな振り付けがあって、面白かったです。うん。アダム・シャオ君的なところも確かにあったかもしれないですね。 うん、なんかでも不思議な感じ、ちょっとロシア風の滑りを含めたアクロバティックさもあったっていう感じかな。うん。アメリカの大会すごい面白いですね。うん、1 9 5 t さんどうムです。ね でも、ちゃんと見て、感想動画を上げてくれてありがとう。ユース五輪、男、え、子、ー、ショート、残念な結果でしたね。私も見て、愕然となっちゃいました。うん、リオ君、キスクラで涙でしたね、えー。ラスボスの自爆化。うん、フリーで開き直ってもらうしかない。そうですね。全米はライブは見てないんで、えー、動画をかき集めながら追っている最中です、えー。全体的に点数もりもりな感じを受けますが、見応えはありますね。 うんいや全米面白いですね。全部、どの競技も本当に面白い。ただ、女子があの結構自爆,自,爆自爆というか、イザボー・レビットの演技はちょっとびっくりしましたね。ショート、まあ、ちょっと爆盛りかなっていう印象あったんですけど、うーん まあ、リオ君は本当その通りで、開き直ってもらうしかないですね。ま王、あ、ちゃん的にね、まお的復活、えー、姉さんのぴょんちゃん五輪的復活でお願いします。うん、なんかでもやってくれそうな気がするね。うん。のりこさんもう一頭で、あ、どうもです。カブくん、イタリアのマッテオ・リッツ選手って、えー、カミングアウトしていましたかえリ、リッツが え、リッツォって G だったの知ら,知らないわかんないけど。私の記憶に間違いなければ、確か2シーズン前くらいにフリープログラムにえ男性同士の愛を歌ったものを使っていたと思うんですが。えぇ、ー、知らんかったの待って。2シーズン前。本当ですかだからといって、本人がそうなのかわかんないですが、もしかして画面カウントしてたかなと思ったんですが、え歌舞伎は何か知っておりますかエイモズ選手に有馬氏の言葉を送ったと言っておりましたね。あ、本当ですか いや、あの、エイモズはカミングアウトをしていて知ってるんですけど、マッテウィッツってディティだったっけないや、ちょっとわかんないですね。すいません。それはちょっとわかんないね、僕は。もし知ってる方やったらお願いします。ディッツってちょっとわかんないですね。うん。2シーズン前から男性同士の愛の歌ったものを使ってた。あー、なるほど。ちょっと、2シーズン前ね。うーん、なるほどですね。 まあ、今期の、ね、さっき全米選手権も男子見てきたんですけど、まあ、ジェイソン・ブラウンの演技の後にね、あの L G、LGBTQ の旗が振られてましたけど、あの、旗の、LGBT の旗の、なんかいつもはこう、虹でこうなっているんですけど、あの、中にね、なんか、こういう、こういうまあ感じの、なんか、マークになってるのもありましたね。うん。この、これが含まれてるのがあった。で、あのおじさんね、リアクションがいちいちすごくて、 あのこ,のこ,のこの旗を、ね、掲,げた掲げたおじさんいちいちリアクションが、ね、激しくてね結構あのあの目立ちましたね。はい、というわけでマッティオリッツを知ってる方誰かお願いします。ありがとうございました